俺のこれ加える絵いる？マジで。すするの水谷 TV！こんちゃっす。どうも、すするだよ。というわけで、相変わらずすする TV 全国編でやってるんですけど、今日は群馬県に行きました。まあ、関東にいる間はね、やっぱそのホテル代の節約のために、まあ、毎回こう東京の方に帰ってきて、次の日にもう一回行くっていうスタンスでやらせていただいてます。今日は、ツノウマっていう二郎系のラーメン屋さんに行ったんですけど、いやー、面白いですね。ベスト5には、ね、3に入ってくるぐらいのインスパイア系でした。うまかったっす。はい、トゥトゥタタ大喜利やっちゃいます。トゥトゥタタ大喜利どうすか。やっちゃいましょう。ノリがわかんないな。ジャンプの背拍子集めてる。ラーメンより先に遊園地来るって何事？マジで。何なの。やだよ、飲みたくないよ。マジで一人じゃ誰も来んないの。いやいやいや、ありがとうございます。チャリ飛ばしてきましたよ。あ、チャリできたんだ。はい、チーズ。タイのいろんな仕事ってなんですか。あの農家さんが作ったのを市場に送る仕事。あ、なるほど。加工割りに今急いで終わった瞬間に。こんぐらい来れば人気でしょ。人気者でしょ、俺。大丈夫じゃない。ありがてえな。群馬っぽいトゥトゥタタ大喜利ですか。群馬か。群馬が一番群馬です。お土産の前に今日あのリスナーさんからこんなあんころ餅をいただいてまして、ちょっと食べていきましょう。いきますよ。はい。あ、こういう系ね、あんころ餅って。これうまいっすよね。でこれこそ牛乳って買ってくればよかった。牛乳食べてみましょう。めっちゃ好きです。ありがとうございます。これマジで超好き。いただきます。甘い。あ、もう控えめの甘さですよ。結構べったり甘くなくてうまい。これ美味しいですね。でも書いてなかったわ。おいしい。ありがとうございました、本当に。はい、それでは今日のプレゼントなんですけど、やっぱ長野って言ったら草津の温泉地が有名。長野ね、今長野ですけど。長野じゃねえ。群馬だ。群馬といえばまあ温泉地ってことで草津とかが有名なんだけど、まあ今回は入れなかったってことで、こちら温泉まんじゅう買ってきました。早速食べてみましょう。はい、でかくね。もう美味しそうですね。いかにも牛乳がいそうな見た目してるわ。野球選手みたいな。なんかプリムみたいな感じするけど。こしあん。なに、こしあん。皮が厚いですね、これは。皮が厚いです。うん、どら焼き以上まんじゅう未満。どら焼き以上、どら焼き以上まんじゅう未満で、まんじゅう以上どら焼き。さて、そんな群馬で買ってきたイカホまんじゅう、欲しい方メインチャンネルとサブチャンネル登録してコメントしていただければ対応します。よろしくお願いします。明日埼玉、よろしくお願いします。